が2番手にはロジーが上がっている。さあ、平川再スタートを切ります。お知らせします。右のリアタイヤがパンクチャーだ。右のリアタイヤがパンクしてます。これ後ろから突っつかれましたかね。そうするとさあ、そして青木が追い込まれましたのは3番手に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 ドライバーからすると、まあ、できれば坪井あたりが守ってくれていれば少し助かったかなという感じかもわかりませんね。そうですね、まあ、でも自分のペースが良ければ、ね、そのあたりは関係なく、はい、いけると思いますので。さあ2番手になりました。どうですか、どういうマネジメントを見せていくか。さあ山本直樹がアウトサイドから